株式会社日報は東京と中央区に本社を置く日本の大手道路舗装会社であるエネオスホールディングスの子会社国内最大規模の土木建設道路舗装業のほかに建設コンサルタント業や不動産業も展開している日報の前身は1907年中外アスファルト株式会社設立に遡る1934年に当時の日本石油の道路部門と アサノ産の道路部門の合併により誕生している。舗装材料の一つであるアスファルトは石油生成により生産される製品の一つであり、建設業としてよりも石油生成業の一分野として成立した企業という側面もある。アスファルト舗装の導入など日本における舗装の近代化に果たした貢献は大きい。優れた 技術力を有する舗装部門を主力としつつも、一般土木、スポーツ関連施設、建築、環境、開発部にや、海外事業などの事業多角化を進めている。近年では、有料道路の PFI 事業に進出するなど、新しい取り組みも進めている。サーキットや自動車テストコースの設計、試行も多く手がけており、他にもオートレース場や自転車競技場及び、 競輪場の舗装においても特に急行バイブのノウハウにおいて世界トップレベルの技術力を有し日本の自転車競技走路においてはほぼ100%施行した実績があるとしている自転車競技走路などの舗装技術の開発を通じて自転車ロードレースにも関わりが深いことでも知られ日本歩道時代の1987年以来自転車ロードレースチームを所有支援している ニッポビーニファンティーニは2015年から UCI プロフェッショナルコンチネンタルチームに昇格した日本人選手を含む国際チームでグランツールの一つであるジロでイタリアにも参戦した2019年にチームが解散したため2020年からはフランスのマルセイユに拠点を置き2020年により UCI プロチームに加入するデルコマルセイユプロバンスのメインスポンサーとなることが 公式 HP で発表された。チーム名は、ニッポデルコワンプロバンスとなった。しかし、シーズン中盤から後半にかけて、運営の内紛問題が発生。事態が、日本人選手が嫌がらせを受けるまでに発展したことを受け、スポンサーから撤退。2021年シーズンからは、UCI ワールドチームの EF プロサイクリングと、さらにその下部チームの位置づけである。 コンチネンタルチームをスポンサードすることとなった。新チーム名は EF エデュケーションに一歩となる。市販機報告書談合容疑、震災復旧で、舗装13社を一斉創作コートリー毎日、新聞2015年1月28日日付、合同プロ自転車ロードレースチームを襲った不運。運営陣の内紛とコロナ禍が日本側との確執を生んだ。ありがとうございます。